ております、オンギターは、ジップシーギターを弾きます、オンギターはリュートと言います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、私ですけれども、防府市の大道に住んでおります。7年前から大道にお世話になっておりますけれども、もともとは北九州市出身で、こちらの方に移動してきましたけども、VIVI と書いてシンガービビという名前で活動しています。皆様お初にお目にかかる方も多いかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。数曲ジャズのナンバーをお届けしていこうと思います。ナイト&デイといって、夜も昼もあなたのことを思っているという、そういったちょっとラブソングをお届けしていこうと思います。Love to you day and night, night and day.
Fly me to the moon, let me play a lone star. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, on my end. In other words, darling, kiss me. しますけども、リュウ君はまあいろいろ指使えるんで三本指だけでは弾かないんですが、まあ、そういう技も入れながら皆様に一曲リュウ君のソロ演奏を聴いていただこうと思いますけども、いかがですか？まあこの中でギターされる方とかギターしたことあるっていう方いらっしゃいますか？いらっしゃいますね。あ、聞こえます。あら、なんそのこれは。ピクはないあるけど、あ、挫折した。
あのちょっとその挫折のちょっと痛い思いを思い出しながらぜひリュウ君の何ていうんですか、もう流暢なこの指使いもですねしっかり見ていただけたらいいなと思います。曲はなんかちょっとお客様に決めてもらおうか、なんかとなんかと、まだ曲目決めてないらしいんで、ちょっとあれしようかな、拍手の量で決めようかと思います。じゃあいきますね。あの候補としてはジャズの曲はマイナースウィングというあのフランスジプシーではあの定番の曲で、多分皆さん知らないと思います。まあ今日はお勉強ということで、それではリュウ君のソロ演奏をお楽しみください。する曲はまた先ほどディズニーがちょっと落選してしまいましたので、まあ、ディズニーの音楽じゃなかったんですけども、ユニバーサルピクチャーズのの前先日ですね、ゾウさんとか動物がですねたくさん出てきた映画で、ゾウのねミーナっていうあのキャラクターが歌手になるためにオーディションを受けるという、そういう映画が先日まで公開されてました。おーいということでびっくりしたな。あのそのですね中でゾウのミーナが歌う曲があります。で外国版だとトリケリーっていう人が歌ってるんですけども、日本語版はミーシャが歌っています。皆さんご存知の方もいるかなと思いますけども、その曲、Don't you worry about a thing という曲を、スティービーワンダーのナンバーです。どうぞお聴きください。I'm not afraid to die.
きましょうか。ないジャンル のダンサーなので、私も今回、なんと言いますか、ちょっとやってみよう、ちょっとかけな感じで皆さんに喜んでいただけると嬉しいんですが、曲はですね、皆様のご存知の、花水木という曲なんですけれども、それをダンスで表現していただこうと思いですか。それでは花水木。Thank you.
かけてしまったんですが、糸島っていうところから4時間弱かかってきてくれました、ダンサーは何でもありやです。はい、彼もですね、すごく何回かですねご一緒することもありまして、なんかこういう感じでですね、こういう雰囲気でこう訴えるダンスしてくれるんじゃないかなと思って、今回ちょっとお声かけさせていただいたんですけれども、ジャンルは何と聞いたら、ジャンルはないと言われて、いろんなジャンルが混ざってるから表現しづらいんですね。やっぱ見ていただくのが一番なんですけれども、はい、なんかいろいろ私もダンスは詳しくはないですけれども、ニューヨークのですね、ブロードウェイダンスセンター、私もよく知ってるんですけれども、そこにですね、ニューヨークに一人で行くぐらいダンスが好きでですね、私が出会ったのは北九州だったので、てっきり北九州に住んでるものだと思って声かけたら、なんか昨日おとついぐらいに糸島から行きますって、はって言って、糸島に住んでるのって言って、4時間ですよね、軽く ここら辺やったら結構な距離行けますけども、今日は下道で来たかな、下道できる。ということで、皆様いかがだったですか？先日ですね、2月からはカラオケタムさんの方にも配信が決まってですね、今配信されて、歌ったよとか言ってこうメッセージいただくんですけれども、ぜひ気に入っていただけたら嬉しいなと思います。今日はですね、いつもはバンドとかでもさせていただいてるんですけども、今日は、こういう雰囲気のいいところなので、ギター1本で弾いてくれるということなので2人でお届けしようと思います。題名は、いつも聴いてくださってる方はもうまた歌うんかいって思われるかもしれませんが、歌います。恋の瞬間といって、私のですね、弟が結婚するときに作った曲なんですが、弟がですね、姉ちゃん披露宴で歌ってって言われたんですけども、お友達もいるし、余興っていうのは、みんなで祝った方がいいなと思って、一旦お断りして友達に頼みなって言ってお断りしたんですけど、もしかして誰もする人がいないって言ったら私歌おうと思って準備した曲なんです。それでいつ言ってくるかなとか思ってたら、もう当日迎えちゃいまして、結局当日私歌わなくて、結局作っただけみたいになっちゃってですね、さらに弟の結婚式余興ゼロだったんですよ。だって私も本当責任感じちゃって、本当にやらないけんかったと思って、もう親戚中から大ブーイング。今ここで相手の家系に存在感を見せつける時なのに、なんでお前は歌わないんだってこうすごい怒られちゃってですね、弟にも悪いことしたなと思うんですけれども、その後はですね、たくさんのカップルさんの結婚式に呼んでいただいて歌わせていただいたりとか、ゼクシーさんのイベントで使っていただいたりとかしているんですけれども、皆様気に入っていただけたら嬉しいなと思います。それでは恋の瞬間をお聴きください。
という曲をお届けしました。一応 R&B なんですけども、 R&B のちょっとポップス寄りの、ちょっとノリのいい曲だったんですが、今日もですね、よかったら買い上げに受付の方にCD 持ってきてますので、よかったら、お土産にどうぞ、よかったらということでお願いいたします。それではもう残すところあと2曲になってしまいました。いい感じ、あと10分、いつも長くなりそうになるのでドキドキしてるんですけども、はい、続いての曲もですね、ちょっと私の曲なんですけれども、大丈夫ですか、私の曲が続いてますが、ありがとうございます。I'm with you という曲でですね、私はあなたのそばにいるっていう曲なんですけども、まあ、いろいろ体験談をもう掘り起こしていつも歌詞を書かせていただきますが、先日はですね、ここら辺で行くと、FM 山口さんとか、5月9日はなんか KRY 合ってますのラジオとかでもかかる予定になっております。I'm with you という曲、そしてそのままですね、ラスト愛の歌という曲でお届けして終わろうと思いますけれども、アンコール前2曲。それでは参りましょうか。では皆様、私ですね、バラードがすごく好きなんですけども、自分の曲でなんかバラードっていうのがあんまりなくて、結構ノリのいい曲とかダンスできる曲とか多いんですが、バラードで、最近1月3日に発売しました I'm with you という曲、それを引っ提げてですね、先日は北九州芸術劇場、リバーウォークってご存知ですか、小倉の、はい、そこにですね、劇場がありまして、一応500人目標に頑張ってですね、コンサートしてまいりました。まあ大成功でいいよね。大成功で、リュウ君も出てくれたんですけども、他にもキーボードとかですね、ベース、ドラムとサックスと、そしてリュウ君が入って、5人と、それとあとキッズダンスもですね、私チームビビっていうのを抱えておりまして、興味のある方はちょっと冊子があるのでもらって帰っていただきたいんですけども、まあそういう、まあ、仲間もどんどん増えながら、そして
何名かいたんですけども、一緒に歌ってレコーディングした曲で、みんなで歌えたらいいなと思って作りました。愛の歌といって、まあ、私ちょうどですね、抱負のお友達、お腹が大きくなって赤ちゃんが生まれた後に、お家にお邪魔したんですけれども、
お家に行ったらですね、なんか一人で赤ちゃんと私一人だからなんか世の中から置いてきぼりな気がするって言ってちょっと落ち込んでるお友達がいて、あ、私たちの世代ってそういう今時期なんだと思って、まあ、その頑張れソングでこの曲作りました。愛の歌という曲、最初の方にですねコーラスが流れてくるので、ここはみんなで歌ったいねと思いながら聴いてください。最後の方は一緒に歌えたら嬉しいので、メロディーを覚えていただけたら嬉しいです。それでは最後まで皆さん今日はありがとうございます。ラストは愛の歌。Yeah.
ラックス。アンコール。コール。アンコール。ありがとうございます。アンコール。イエイイエイイエイということで、皆さんちょっと寒いですけど、あともうちょっといいですか？お決まりの、アンコールありがとうございます。それでは、せっかく、今日はジャズと R&B の夕べなので曲ジャズと、そして最後はまだ今のとことりあえずジャズから、届けしたいと思います。それではですね、ジャズのスタンダードナンバーからよいしょ、ここら辺がいいかな、じゃあ皆様、ジャズのスタンダードナンバーからこの素晴らしき世界という、What a Wonderful World という曲ですね、お届けしようと思います。この曲すごい私大好きな曲なので、いつもはアンコールに必ずボディーガードのテーマを歌うんですけども、わかりますか、歌うんですけども、今日はこの曲をチョイスさせていただこうと思います。それでは What a Wonderful World。
ありがとうございます。明日も、素敵な一日になりますように、皆様のですね幸せを願って歌わせていただきました。それでは皆様アンコールラストの曲前じゃないアンコールラストの曲お届けしようと思います。一曲いつもですね先ほどもちょこっとお話ししましたけどキッズダンサーが私の周りにはおりまして、その1年生小学校1年生から今高校2年生までなんですけども、皆さんもその子たちに負けないように踊ってもらおうかと思います。あれとかあるかなと思ったんですけど、簡単な振りなので一緒にですねぜひ踊っていただきたいなと思うんですけども、まあ、はっきり言ってどこでも私これをみんなに強要しておりましてよろしいですか準備は。それではですねちょっと簡単な振りなので見てていただいていいですか。じゃあまずワン、ツー、スリー、フォー、コシコシ、カタカタ、頭、頭、パーイ、ニャンコスター、あ、ニャンコスター、あ、クローズにキラキラ、コシ首、お願い、ちゃんちゃんっていうこの振りなんですけども、まあ本当は幼稚園生がこの度4月で1年生になって、幼稚園生でも踊れてる振りなので、ぜひ皆様、幼稚園生に負けないようにじゃあゆっくりいきましょうか。まず腰さあこのままこうしていただいてにゃんこスターあにゃんこスターあそう顔できる人はやってください。にゃんこスター私歌いながらできない。にゃんこスターあ間違えた。にゃんこスターあにゃんこスターそうでクローズここまでです。じゃあ頭からいきます。腰腰肩肩頭頭わーいにゃんこスターああにゃんこスターあでクローズにキラキラーここまでいったらそのまま腰そう腰首腰首お願いちゃんちゃんですお願い神様でいきましょうかお願い神様じゃあもう一回いきます。3のがはい腰腰肩肩頭頭わーいにゃんこスターあへいにゃんこスターあクロスにキラキラ腰首お願い神様 OK バッチリ。なんか意外に好成績やな難しいそれではちょっと行きましょうか。ちょっともう一回やっていい？今度私歌いながらやるんで見ながらお願いします。ワン、ツー、スリー、フォー。バンバンキャラじゃない、バンバンそうじゃない、バンバン変われない、バンバン許して完璧。 OK じゃあ皆様最後盛り上がっていきましょう。可愛くて飛んでもない、そんなキャラじゃない、分かっている。
オンギターはゲートそしてオンダンサー何でもありやくそしてそして皆さんそして、まあ、本当いつもありがとうございます。ホーフテンマングの皆さん本当にお世話になりました。今日は本当にありがとうございます。それでは皆様シンガービビでお届けいたしました。今日は皆様最後までありがとうございます。ビビちゃんビビちゃん